を入れ替えようと私はもう何度でも申し上げます。この年収1000万もらっている市議会議員の報酬を3割カットいたします。まずは身を切りました。そして議員の数も多すぎるんで存命程度は減らします。今の市川市議会大変劣化が進行していると思っております。市民の皆様の負託に応えていない、こういう議員が平然と居座っている以上、この市川市というのは決して良くならないと思う。議員の世代交代を促進するべく、この議員にも定年制65歳を境目に定年制の導入を提唱しております。理数系の人材積極的に市の職員に登用しようか。